機械を使ってハデスを運んだようだ。これがハデスを閉じ込めたオーブか。あの扉、ファロの施設なのか、それともゼロドーン。おい、ハーデス、そこにいるのか。システム共有検知。弱ってるな。お前はアーロイ、私を破壊しに来たか。ああ、今度こそ完全に。こんな状態でもお前はガイアの脅威となるからな。ということは、お前はまだバックアップを得ていないのだな。破滅する。力は済まれたが、私の勝ちだ。バックアップの場所をサイレンスに聞かれただろ。データエラー、メモリ構造の断絶確認。期待した。私がバカだった。一体サイレンスはお前に何をしたんだ。なんだかまるで抜け殻だ。私はサイレンスに尋問された。奴に何を話したんだ。データエラー、メモリ構造の断絶確認。覚えてることは何かないか。ああ、お前のことは導きの塔で私にやられたからか。これじゃ、ラチが開かないな。サイレンスはどこにいるんだ。ヤツは 12.8 日前にいなくなった。データエラー、行動予測構造の断絶確認。ろくに知らないということか。まったく。謎の信号によって目覚めた時、ガイアの他の副次機能も覚醒しただろう。ガイアが自爆する直前、その全てが姿を消した。今どこにいる。各機能は特定の座標に向かった。それはデータエラー、メモリ構造の断絶確認。錯乱した AI があちこちに散らばって好き勝手動いてる。ヘファイストスは何千もの人々を殺す機械を量産し、お前は世界を滅ぼしかけた。そんな副次機能があと7つも野放しだ。末恐ろしいな。お前は恐れている。それでいい。ハデス、お前本当にいい性格してるな。皮肉を検知。よくわかった。サイレンスは謎の信号についても聞いただろう。お前を起こしたあの信号は誰が送った。信号を送信したのはマスターだ。それは誰なんだ。マスターは私を目覚めさせ、生命の破壊を命じた。なぜそんなことを。データエラー、メモリ構造の断絶確認。
サイレンスはなぜお前をここに連れてきたんだ。お前はここで私を見つけるように。だろうな。だがなぜ、ここは何なんだ。この場所はかつてデータエラー、メモリ構造の断絶確認、私の死に場所。やつはここが私の墓だと。だが遺跡の奥を調べるしかないか。もういい、さっさと終わらせよう。このアーロイは未だにガイアを復活させ、地球の生命を救えると思っているのか。ああ、思っているさ。ならばお前は愚か者だ。絶滅は不可避。お前に何がわかる。地球を2回破壊しようとして2回とも失敗しただろう。お前は自分自身を破壊するだけだ。細工された槍で助かることもできない。お前は間違っている。ハデスは三度生命を滅ぼしている。何？それは覚えてるのか。そうだ、そのデータは残っている。テラフォーミングの逆転を実行、時期は2154、2161、2168。でもそれは数世紀前だろ。元々の役割だ。今の生物圏はバージョン5、バージョン6はありえない。そんなものいらない。この世界を救う。お前は愚か者。結果は不可避。マスターオーバーレイド到着。名前と階級を入力して起動。エリザベト・ソベヒク、アルファプライム。マスターオーバーレイド起動。絶滅プロトコルを消去しました。アーロイ、ハデスを葬ったか。ああ、今度こそ完全に死んだんだな。そうだ、私を信じる。ああ、信じろ。ハデスの知識を抽出するというお前にできることを成し得た私を。今回はハデスを破壊させてやった。信じてくれていい。また姿を見せずホログラムか。私に刺されるとでも。これには理由が。前と同じスパイウェアか。ということは私の呼びかけも聞こえてたってわけだ。でも私を監視するために無視した。お前を中心に動く期間が終わっただけだ。私は忙しくてな。この星の運命のため長期間に及ぶ入念なリサーチを行わなければならなかった。そうか、お前も世界を救いたいのか。その通り。そしてお前と違って私は結果を生み出している。ガイアのバックアップは見つけたのか。そうだな、見つけはした。どこだ。ここだ。だからお前をここに残した。この扉の向こうにある古の施設でハデスの絶滅プロトコルは完成したのだ。数百回にわたるテストでは毎回ガイアのバックアップが使われた。ハデスから聞いたのか。吐かせるのに手こずったが、なんとかな。で、この半年間探し続けたものを得る気はあるか。それともそこで口を開けて突っ立っているか。忙しくしてたって。ああ、その通りだ。その割にはレガーラにオーバーライドを教える時間はあったみたいだけどな。機械の乗り方も。アーロイ、お前はガイアのバックアップを手に入れることだけを考える。目的に集中した方が
結果も伴うぞ。否定はしないんだな、サイレンス。好きに受け取るがいい。念のため確認するけど、ガイアのバックアップがこの中にあるのか。ああ、少なくとも千年前にはあった。ファロがアポロを消した際にも消去されなかったバックアップが。そうだ、アデスによればここは外部から遮断されていた。ファロですらデータに触れなかった。バックアップ、完全な状態のガイアとその副次機能、テラフォーミングシステムの復活、地球上の生命を救うために必要なもの全てがここに。ハデスはそう言った。分かったら早く行け。ハデスは信号の発信者を明かしたのか。奴を起こして絶滅を促したものを。ああ、明かした。で誰なんだ。いずれ教える。そんなことよりもアーロイ、まず超高性能 AI のガイアを再起動させるんじゃなかったか。いいか、あの信号のせいでガイアは自爆をしなくちゃならなかったんだぞ。信号は数年前に止まっている。心配は無用だ。また始まったら。それはない。たとえ始まろうが、詳細は省くが、信号はハデスなしでは意味をなさない。バックアップからハデスを消去すればガイアは安全だ。だからグズグズせず早く取りに行け。よし、中に入ってバックアップを探してみる。だが覚えておけ、これもお前の策略だったら。ここは遺伝子でロックされている。この扉はお前にしか開けることができないので、罠など仕掛けられんよ。今度私を騙してみろ。次こそ生身のお前に出てきてもらうぞ。口を開く前にこの槍が突き刺さるかもしれないが。アーロイ、私のおかげでお前がこの半年間必死に探し回っても見つけられなかったものが手に入ろうとしているのだぞ。ノラの異端児として育ったお前に礼には期待しないが、多少思い巡らせば私に礼を言って叱るべきと思うがね。故障はしていても中には入れる。多少の忍耐があればな。その結晶が見えるか。オセラムがファイアグリームと呼ぶ爆発性のものだ。扉そのものを吹き飛ばすほどの力はないが、少し隙間を作るくらいならできるわけか。その通り。だが点火装置が必要だ。今から設計図面を送る。作成には機械の部品と種火槽から取れる油がいる。水中に生える植物だ。近くの湖で見つけられるだろう。部品は多少手間がかかる。リープラッシャーの動力源から点火コイルを手に入れろ。機械を倒す前に動力源を切り離せ。でないと壊れる。分かった。種火槽はもういくつか手に入れてる。あとは部品から点火装置の部品を手に入れよう。
点火装置の部品だ。あとは装置を作るだけ。施設の入り口近くに作業台がある。ハデスをいじるのに使ったのか。いじる？重要データの抽出と言ってくれ。これでファイアグリームを爆破できるはず。そうだな、そいつは役に立つぞ。私もホルスから演算オーブを引き上がすときに使用した。そうか。私なら後ろに下がっておく。入れる。ならばもたもたせず先へ進め。この点火装置で前見たファイアグリームも爆破できるな。今は目的に集中しろ、アーロイ。完全に水に浸かってる。フロアの奥の扉もロックされてる。ガイアのバックアップはあの中だな。どうやって向こうに行く。
キャスターじゃ無理だ。なんだか久しぶりだな。お前にフォーカスで監視されながら古の遺跡を探索するのは。思い出に浸る暇があれば早くバックアップを見つけに行け。はしごを下ろした方が良さそうだ。ここに何か装置のようなものがある。扉につながってるけど電力がいる。上に何が？おう、
これはこれは破滅の使者テッド・ファルさんじゃないか。どんなご用件で？ガイアとハデスの保存容器、お前のネクルススパイダーに関してだが、あれはコストが高すぎる。ハデスのテストは来週からゼルドーン本部に移行する予定だ。なの間違って、ガキでも分かるように説明してやる。赤ちゃんハデスはマジおっかない子でね、ユリカゴから出したら大変だ。一歩間違えりゃ全てのデータストリームと動力線を噛み切っちまう。ハデスにはあんた特製のこの穴蔵がぴったりってこった。外に信号を送ることはほぼほぼ無理だから問題は起きない。あんたのサイバー核兵器もそうさ。ほらドラックス .net-4 だっけ、あんたの子分たちがモルドバブレインハックって名付けたやつ。あれは機密レベル9だったはず。ああバレないように片付けたと思ってたか。あれで大丈夫だと思われちゃこのトラビス様も舐められたもんだ。とにかくハデスはこっちに任せとけって。じゃあなおっさん。ここにも電力が落ちて使えない端末がある。